4年間、はい、まあ、結構濃い思い出がたくさんあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、どんな4年間でしたか？いや、そうですね、正直専修大学当時関東関東リーグ、大学サッカーリーグで4連覇しているような時だったので、すごいレベル高くて、最初1年生の時に練習混ざって来るところ間違えたなと思ったんですよ今で先輩に今でもプロで活躍されている方たくさんいて、はい、いや、ここはちょっとレベル高すぎるぞと思った中で、まあ、1、2年生の頃にはもう試合には全く絡めず、まあ、怪我とかもしながら本当にしょうもないって言ったらあれですけど、なかなか思い通りにいかない、2年間を過ごして、まあ、3年生ぐらいから少しずつ、まあ、試合にも絡ませてもらったりはしてたんですけど、まあ、それでも全然なんかパッとするような活躍もできず、で結局4年生になって、まあ、もちろんそんなプレイヤーだったんで、もうオファー、プロからオファーなんてあるわけなかったので、就職活動しながら大学4年生を最後1年間やってました。あ、就職活動もされてたんですか？はい、やってました。決まったりしたんですか？あ、内定もらってて、そこに行こうか どうしようかなみたいな、プロでもプロ目指して少し粘ってみようかなって悩んでましたね。あ、はい、大学時代にもフォワードをやった時期ってあったっていうのを見たんですけど、はい、1年生の時、センターバックに、1年生から3年生までセンターバックは普通にやってて、はい、ただ4年生の時に、まあ、いろんな経緯があって、どんな流れだったか忘れたんですけど、たまたまフォワードをやらないといけないタイミングがあって、はい、人が足りないかなんかで、うん、それでやったら、その試合で僕なんか3ゴールぐらい決めたんですよ、はい、でお前フォワードの方が良くないってなってそれで B チームでフォワードをやっていたら、まあ、トップチームにそのまま入れてもらって、4年生はリーグ戦にフォワードで出てました。卒業するまで4年生の間はフォワードだったんですか？はい、フォワードで、結局シンガポールのチームにオファーもらったので。あ、そうなんですか。フォワードの選手でしたじゃあ、まあ、内定ももらって、はい、まあ、就職するか、はい、サッカーするかっていう決断は、まあ、だいぶ迷ったと思うんですけど、はい、どうやって決めましたか？いや、そうですね、シンガポールのチームだったので、正直まずシンガポールってどこっていうところから考えてて、やっぱり内定もらっていた会社に勤めることで安定を得られるっていうところと、まあ、親もそれで多分喜んでくれるんだろうなっていうところと、うん、でも自分の中ではサッカーをしていきたいっていう思いも両方あったので、うん、なんかどう結局最終的にはもちろんそのサッカーをするっていう選択をしたんですけど、親とすごい話した記憶はあって、最後は、まあ、親に背中を押してもらったじゃないですけど、うん、そうですね、きっぱりもうすぐプロに行きたいですっていう決断はその時はできませんでした。はい、ご両親とも結構話をしたり、はい、まあ、親からしてもシンガポール のチームでサッカーをするっていうこと自体多分想像できなかったことだったので、うん、まあ、でも最後はまあいい経験になるんじゃないと行ってもらって行きました。はい、まあ、今思えば本当に行ってよかったなと思いますね。と他にも海外には少し行ったことがあったんですけど、やっぱり1年間住むっていうのはまた全然違う経験なので、
まあ、もちろん文化も違いますし、性格、あの国民性というか、全然違うなと。最初は本当にイライラしたりとか、日本に帰りたいなっていう思いはあったんですけど、最後の方はもうシンガポールずっといたいなっていう思うぐらい気に入ってました。へー、チームかなり強かったんですよね、その時。そうですね、その時には一応全部の大会優勝してましたね。でそこではフォワードだったんですか。その時に、いや、シンガポールフォワードで行ったんですけど、はい、いろいろあって僕センターバックになったんですよ。向こうに行ってから。はい、向こうに行ってからセンターバックになって、結局シーズン通してセンターバックでプレーしました。じゃあもう開幕の時点ではセンターバックですか。センターバックです。はい。その辺は葛藤なかったですか。いや、ありましたよ。俺フォワードやりたいのにっていう思いもちろんありましたし、ただまあ、チーム事情とかいろいろあったり、どうしても僕が多分センターバックやらないとチームが回らない状況だったので、もうそこはやるしかないなと思って、はい、1年で、アルビレックス新潟に、はいはい、これは、まあ、声がかかったんですか。そうですね、ギリギリのところで、お話をいただいて、はい、新潟に入らせていただきました。シンガポールでやりながら、J リーグでプレーしたいという思いは常に持っていたので、そこでやっぱりお話をいただいた時には本当に嬉しかったですし、そこからスタートなんですけど、やっぱり一つ目標を叶えられたなという思いはありました。J リーグの新潟に入ってからは、はい、どんな感じでしたか。結構だいぶ関係も変わりますけど。いやー、もう本当に僕としては2年間一応新潟にいさせてもらったんですけど、何にもしてないというか最初やっぱり J リーグのレベルの高さに圧倒されたりとか、チームメイトのうまさだったり、圧倒されて何もできない。また結局試合にもリグカップ戦で使ってもらうこともあったけど、全然そこでいいプレーもできないし、自信もなかったし、全然やっぱり戦えてなかったなって今でも思いますね。まあ、でも高いレベルでやるこそから得るものもやっぱりあったんですか。はい、もちろんやっぱりレベルの高いところでやって吸収するところは、吸収できるところはたくさんあったと思うんですけど、でもやっぱり試合に出ないと何も結局始まらないし、でそこに対してじゃあ本気でできてたのかと思うと、いや、まだまだ足りなかったんじゃないかなという思いもありますね。そこから栃木に移籍して、はい、まあ、ここではだいぶもう本当主力としてプレーされてましたけど、はい、まあ、それもやっぱ試合出たいというところですか、移籍の理由っていうのは。そうですね、やっぱり試合に出ることが最優先事項でありました。栃木に移籍して10日後ぐらいに開幕戦だったんですよ、そのシーズンの。そこにも試合で出させてもらって、そこで、まあ、負けてしまったんですけど、まあ、僕としてもある程度プレーができたっていうところで、まあ、自信にもなったし、やっぱ栃木に移籍してよかったのかなとは思いますね。栃木で2年プレーされましたけど、はい、まあ、2年間を、まあ、感想ってざっくりですけど、どんな気持ちでしたか。2年間、そうですね、本当に栃木に移籍してなかったら絶対今の僕はないですし、本当に人に恵まれながら成長できた2年間だったのかなとは思いますね。はい、じゃあお昼ご飯食べられたということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。めっちゃ食べるんじゃないですか。いやー、まあそうですね、人よりは。いや、でもだいぶやっぱり食べる量減りました。ピークはいつ頃ですか。ピークは僕大学生の時に、はい、なんか100円の回転寿司の食べなんか勝負みたいな、何皿、はい、何皿食べれるかみたいな、はい、やった時僕40何皿食べました。42皿ぐらい多分食べて、すごい、それがピークでしたね。
さすがに今やったら40皿食べれないですか。食べれませんね。もう20皿ぐらいで。あ、でもそれぐらいいくんですね。はい、あ、すごい。さっきの話の続きでいくと、はい、今シーズンから、はい、2022シーズンから岡山に移籍してきてくださったわけですけど、はい、いろんなオファーがあったんじゃないかなと思うんですけど、いくつかやっぱ声はかかってたんですか。そうですね、何チームかか声はかけていただいて、そうですね、いろんな要素も、考えながらどうしようかなと悩んでて、まあ、その中でもやっぱり岡山が自分なりに一番しっくりくるというか、必要とされているなっていうのは実感できたので、はい、岡山を選びました。岡山対栃木で柳選手にやられた思いってことめっちゃ覚えてるんですけど、はい、岡山ってどんなチームに見えてましたか。岡山はすごい組織的に戦うチームだなという印象はすごいあって、全員で守って全員で攻撃をすると、で本当に一人一人真面目にプレーしているというのは対戦相手ながらすごい感じていたので、まあ、僕も合うだろうなと思ってたんですけど、実際にお話をいただいて、ぜひ岡山で、プレーしてみたいなと感じました。改めて今シーズン、まあ、ざっくりですけど振り返ってみるとどんな感じでしたか。そうですね、やっぱり3位に終わったっていう結果をどう捉えるかっていうのはすごい難しいところなんですけど、3位という結果はこれまでのそのチームの過去最高順位、すごいポジティブな面だとは思うんですけど、やっぱり目標としては J1 昇格というのがあって、僕はそのために岡山に来たので、そこを達成できなかったっていうその悔しさというか、その思いは今でも全然なくなってなくて、それが僕のエネルギーだったし、その、まあ、毎日やる気にさせてくれるモチベーションだったので、本当にそれが今、まあ、叶わなかった今、本当に何でしょう、何も手につかないというのはありますね。プレーオフの試合って、はい、まあどうでしたか。やっぱりプレーオフはリーグ戦とは全然違うんだなっていうのはやってみて初めて感じたというか、経験をされている先輩の話とかを聞いてて全然違うよという話は頭では分かってたけど、実際やっぱ体感してみると、その一つ一つのプレーの、まあ、責任というかプレッシャーというのは全然違う中で、どれだけやっぱりプレーできるのかっていうところで、まだまだチームとしても個人としても、いや足りなかったなっていう印象ですね。あの試合って見返しましたか。見返しました。見返してやっぱり、失点のところだったり、もうもっとこうできたなとか、後悔するところが多いんですけど、まあでもそれは本当に、もう戻れないんで、やっぱりこれからに生かしていかないとしょうがないなという思いもあります。お疲れ様です。お疲れ様です。ここはどこですか。こちらは後楽園です。その後楽園のこの横の道を結構散歩することが多いので、今回密着していただいてます。普段も結構この辺歩くことが多くて、はい、はい、なんで撮影用ではないですね。大丈夫。普段から、はい、普段から歩きながらなんか何ですか、なんか考え事とかですか。そうですね、基本なんか考えてますね。あんまり音楽聴くとか、なんか携帯触ることもなく、ただ歩いてますね。これぐらいのペースですか。このぐらいのペースですね。結構ゆっくりめで。僕歩くの遅いんで。あ、そうなんですか。はい、この散歩コース1時間ぐらいかかります。まあ、ずっと家にいるのがあんまり好きじゃないんで、結構この外の空気を吸っていたいっていうのが一番かもしれないですね。なるほど。ちょっと話は変わって、この前、はい、柳選手ってどんな選手ですかっていうのを、はい、何人かの選手に聞いてみたんですけど、はい、多くの選手は、はい、やっぱこうプレーと一緒、サッカーと同じように大胆で、はい、豪快で、
パワフルですみたいな意見があるんですけど褒めてるのかな結構あの宮崎智彦選手は、はい、あの柳選手は、はい、あ見えるけど、はい、実は繊細な面が結構あるんだよっておっしゃってたんですけど、いや宮君はすごい見てるんですよね人のことを、俺のことを見透かしてますよあの人は。でも本当にまあ結構こう見えてなんかそうですね繊細っていうあれなのか、まあ、それを気にすることも結構あの小さい頃でクルクルすることもよくあるんで、なんかそんな大した人間じゃないなと思いますね。まあ、プレーだったらやっぱりミスしたこととか、なんかあのもっとこうしたかったなっていう思いが結構頭の中でぐるぐる回ってるんで、それを気にしないような選手もいると思うんですけど、僕結構そういうの気にしちゃうんで、だからなかなか切り替えられないとかそういうのもあるんですけど、そういうの全部宮君は見通してますね。柳選手はちっちゃい頃どんな子供だったんですか？僕が小さい頃はいやもう外で何して遊ぶかしか考えてなかったですね。毎日今日は何して遊ぶっていうのをなんかもう考えてたんで、でもなんか小学校の時とかにはあの5時のチャイムあるじゃないですか、はいはいはい、で5時のチャイムがなんか鳴ったら家に帰らないといけないっていうルールがある中で、それまでにじゃあ何をして遊ぶかっていうのをずっと考えてました。なんかあだ名とかあったんですか？あだ名は地元の人からはまあそうですね、恥ずかしいけどやっちゃんとかって言われてました。地元の人らはもうそれが当たり前だからそうやって呼んでくれてたけど、はい、今の僕からしたらなんかやっちゃんっていう雰囲気ないじゃないですか。やっさんの雰囲気じゃないですか、なんか確かにそっち系の全然また違う話なんですけど、はい、あの今年ロッカールームにもカメラセットさせてもらって、はい、あの試合前の様子とか、はいはいはい、あの見てるんですけど、はい、柳選手こうすごい試合前にこう集中してるじゃないですか。座り込んで1分2分ぐらいこう、はい、じーっとこう、はい、してる、あのめっちゃ集中してる感じ、 はい、あれはずっと前からやってるんですか？そうですね、ここ2年ぐらいあれやってますね。あれはどんなことをこうやってるんですか？あれは、まあ、今日の試合どうするとかっていうのを、まあ、頭の中でしっかり整理したいなっていう時間なんで、うん、自分のやるべきことを今日は何を、するべきだっていうのをもう一回思い返してる時間です。あとあれ試合直前ですかね、こう手のひらをこう上に向けて見られてるなあれも同じようなことなんですか？あれはもう逆に自分になんかいや俺はできる俺はできるってなんか言い聞かせてる、なんか呪文のようになんかそうですね、自分に言ってますね。その一環でこう選手の背中も強く叩くみたいな。あれは別っすね。あれは単純に叩きたくなっちゃうんですよね。なんか今年岡山ですごいそこがクローズアップされて、なんか痛いとか、なんかすごい叩きすぎだとかってなんか言われること多いんですけど、まあ、僕からしたらなんか結構これまでもやってきたというか。あやっぱこういう見られ方するんだと思って、うん、まあでも本当にそれが新鮮で、そうですね、ちょっと抑えないといけないかもしれないですね。まあサッカー選手になるっていうのはきっと子供の時夢だったと思うんですけど、はい、それになって、まあ、活躍されてる今、はい、将来の夢とかって聞かれたらどんなことを思い浮かべますか？将来の夢というかサッカー選手として目標としてるのは J1 で優勝したいっていうのをずっと今掲げてて、うん、だからこそやっぱりファジアーノ岡山を J1 に導いてそこで優勝するっていうのが僕の中での今の夢です。どんなサッカー選手に、なっていきたいですか？はい、やっぱり今28歳という年齢なんですけど、まだまだ僕は成長できると思ってますし、本当に一人の選手としてチームを勝たせられるような選手になりたいっていう思いが常にあって、そのためにできることっていうのは多分これからも
まあ、尽きることはないと思うんで、そこを本当に、うん、極めて少しでもいい選手になりたいなと思ってます。ありがとうございました。よし、ありがとうございます。